皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第168弾18回目です。168弾は今回で最後です。頑張っていきましょう。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、糸。これは久しいという漢字です。2文字、しう。これはあるという漢字を崩したものです。次は手。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。いとひさしゅうありて。大層しばらくたってとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはこのという漢字を崩したものです。2文字、さは。2文字、かれ。次は、し。2文字、せう。次は、と。これは、とも、という漢字を崩したものです。2文字、なと。2文字、なん。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。この騒がれし、ショートどもなどなん、勝手に入れてはいけないんですが、この騒がれし何かというと女でございますので、女のと入れるとよろしいと思います。この騒がれた女の兄たちなどがとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、人の。これは、は。次は、さ。そして、し。次は、に。これは、山。次は、に。3文字です。のほり。2文字、たり。次は、け。これは、る。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。人の技しに山に登りたりける。人の法事をするために比叡山に登ったとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはこのという漢字を崩したものです。これは解く。次は、の。2文字、住む。次は、ところ。これは、に。次は、き。そして、て。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。この徳の住むところに来て。徳というのは、大徳のことです。この大徳の住むところに来てとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、物語。次は、な。2文字、都市。次は、て。これは、打つという漢字を崩したものです。次は、や。2文字、すみ。2文字、たり。次は、け。これは、る。次は、に。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。物語などして、打ち休みたりけるに。いろいろな話などをして、休んでいたときにとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、きぬ。次は、の。2文字、くひ。次は、にです。これは、2文字、かき。2文字、つけ。そして、2文字、ける。
それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。絹の首にかきつけける。大徳はその兄の衣の襟にかきつけたとあります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、しら。2文字、くも。次は、の。2文字、やと。これは、る。2文字、みね。2文字、にそ。次は、を。これは、く。2文字、れぬ。る。3文字、おもひ。次はの。これはほ。2文字、かに。2文字、ある。これは世間のせ。2文字、なり。2文字、けり。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。白雲の宿る峰にぞ遅れぬる、思いのほかにあるよなりけり。白雲のかかる山で私はあなたに会うこともできず、また死にもせずに虚しく過ごしておりますが、あなたはこの兄さんと一緒に来てくださりもしません。二人の間柄が思うようにならない世の中でしたね。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、と。次は、2文字、かき。2文字、たり。2文字、ける。次は、を。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。と書きたりけるを、と書いてあったのを、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、この。2文字、せう。2文字、との。2文字、これは兵隊の兵と衛星の衛、表へ。次はの。これは監督の徳です。これはは。次はえ。これはし。次はら。これは手。次は今日。これはへ。次はい。これはぬ。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。この仕事の表絵の助は、え、しらで、今日へ犬。表絵の上とした方がよろしいように思われます。この兄の表絵の城は知らないままで都へ帰ったとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、い。次は2文字、もう。これは、と。次は、見るという漢字です。これは、に。2文字、けて。3文字、あはれ。2文字、とや。これは、思うという漢字です。次は、ひ。2文字、けん。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。妹、身にけて、哀れとや思いけん。身にとありますが、これは生徒のとという
つと読ませる漢字と見間違えたのではないかと思います。つとした方がよろしいようです。妹はそれを見つけてしみじみ悲しく思ったのであろうかとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、これ。次は、は。2文字、そう。次は、つ。これは、に。2文字、なり。次は、て。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。これは、そうずになりて。そうずというのは、そうじょうに次ぐくらいです。この大徳は、後にそうずになって、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、2文字、きや。次は、う。2文字、こく。次は、の。2文字、そう。これは、つ。これは、と。2文字、いひ。次は、て。2文字、なん。次は、い。2文字、ます。2文字、かり。2文字、ける。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。京極の僧図と言いてなん、いますかりける。京極の僧図と言われておいでになったとなります。168段はこれでおしまいです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。